ベルギービール。ベルギービールは、ベルギー,ールで生産される、ビールの総称である。日本では、ラガービール以外のバラエティに富んだビールを指して、競技の意味で使う場合が多い。口実。1997年のデータによると、ベルギー国内に125の醸造所があり、銘柄数は、OEM や輸出用銘柄等のレーベルビールを、含めて1053種類、そのうち、 オリジナルビールは780種類に及ぶ。スタイル別に見た場合は、オリジナルビールが1159種類で、レーベルビールが388種類の合計1547種類である。ベルギーの人口に鑑みた場合、この数は多いと言える。ベルギー国内においても、全消費量のうち70から75%を仮面発酵のピルスナーが占めており、 ピルスナーが主流と言えるが、上面発酵のエールと自然発酵のランビックの多様さが他国と比べて特で、あるため、日本でベルギービールと呼ぶ場合は、この2種を特に指して使われる場合が多い。それらは色、味、香りからアルコール度数に至るまで多様で、バラエティに富んでおり、同じ味わいのビールはないと言われている。アルコール度数が高いものの一部は、 陶器にホットで味わうにも向く。その原料は、ビールの主な原料である大麦のほか、小麦や砂糖、スパイス、ハーブ類も使用する。出来上がったビールを再発酵させる場合もあり、その際にフルーツを加えたり、他のビールとのブレンドを行う手法も取る。銘柄ごとに、ロゴや独自の形をした専用グラスが多いことも特徴の一つとして挙げられる。 ベルギービールを味わうためには専用グラスが重要であり、グラスの違いで味わいに歴然の差が出ると言われる。ワインと同様にビールには熟成によって風味が変わるスタイルもあり、熟成はベルギービールの特徴の一つである。ランビックでは醸造所内で数年の熟成を経て出荷される。また、オードブラインで有名なリーフマンス醸造所では、 スチールのタンクでの6から8ヶ月の熟成を行った後に瓶内で3ヶ月以上のエイジングを経て出荷される。リーフマンス醸造所の醸造技術者はリーフマンスのビールが最高のバランスを得るためには3年から5年の熟成が必要と述べている。オルバルをはじめベルギービールでは瓶詰めの際に少量の酵母と糖を入れて瓶内発酵を促すボトルコンディションを行うものも 多い紀元前58年のカエサルによるベルギカ地方遠征時にはすでに各地でビールが作られていたという記録があるベルギーでは中世に修道院の修道士によって作られ始めたのが始まりとなっているその後ジャン1世がビール作りを推奨したことも手伝い発展してきたビールの多様性を生んだ背景にはさまざまな要因があるが国の緯度が高く ワインを作成するのに向く良質なブドウが取れず、ワインは発達しなかったこと。19世紀に入るまで主流であった自然発酵製法、ランビックに向く好条件が揃っていたこと。ドイツやチェコほどの良質なホップが取れなかったこともあり、旧来のハーブやスパイス、フルーツを使用した醸造法が近年まで受け継がれていたこと等が挙げられる。1957年に EC の本部が ベルギーのブリュッセルに置かれたことで、ベルギー外の人間にも、ベルギービールが知られ始めるようになる。1980年初めに出版された書籍、ザワールド・ガイドツービアを皮切りに、マイケル・ジャクソンによって、ベルギービールは世界中に広められた。2016年にユネスコの無形文化遺産に登録された。ビールは製法によって、ラガー、エール、 ランウィックの3種に大別される。仮面発酵で作られる大量生産に向き20世紀以降では世界のビール生産の大部分を占める。ベルディ国内でも生産量の70%がラガーである。ビールとしての特性は低温に冷やして飲まれ滑らかな喉越しが特徴。上面発酵で作られる香味の豊かさが特徴。飲む適温は常温から摂取5度程度。 低温では、香味が損なわれるため常温のまま飲まれる場合も多い。ブルッセルを中心とした半径10マイルほどの地域で飲み作られる自然発酵のビール。強い酸味が特徴のため、ブレンドやフルーツ等の添加により再発酵させる場合が多い。様々な種類があるベルギービールの分類は不可能に近いと言える。 指揮者によって様々な分類がなされているが、ベルギービールを世界に広めた第一人者、マイケル・ジャクソン。歌手のマイケル・ジャクソンとは、別人の分類方法に沿ったものを用いる場合が多い。マイケル・ジャクソンによる分類法は、色や味からなる分類と製造手法による分類をミックスしたものである。修道院内部に醸造所を所有するトラピスト会修道院で作られているビールの故障。 濃食でアルコール度数が高いものが多い。トラピストビールを名乗るには条件があり、2016年4月現在は11箇所のみが称号を名乗ることが許されており、そのうちの6種類以下参照はベルギー国内で醸造されるビールである。専用グラスはもっぱら聖杯型である。別名は修道院ビール、アベービール。かつては トラピスト会以外の修道院でもビールの醸造は行われており、それら当時のレシピをもとに民間で委託醸造をされているビールの総称。傾向はトラピストビールに近い。著名な銘柄はレフ、マレッツ島。1999年からはベルギー醸造者組合が現損もしくは廃絶された修道院のライセンスにより生産するビールのみを 認証アビービールとしているが、非認証で独自のレシピにより醸造されるものもあ大麦に加え小麦、または小麦麦芽を材料として作られたビール。苦さは控えめで爽やかな口当たりと、ほんのりした酸味のため清涼感に富む。色は淡い黄色だが、タンパク質や酵母のため若干の白濁が見られる。白濁を嫌う場合は、タンパク質の比較的、 少ない冬巻き小麦を使う場合もある。主な銘柄は、ヒューガルデンホワイト、ベデットエクストラホワイト。熟成時に、オークソンを使うビール。色は、赤みの強い茶色。地に、シンクとも表現される。甘酸っぱく爽やかな口当たりと方向が特徴。著名な銘柄は、ローデンバッハ、デュシェスドブルゴーニュ。主にオースとイコールフランデレンシューで作られるビール。 ブラウンエールには様々なものがあるが、ベルギーで醸造されるものはオードブラインとも呼ばれる。茶色で香ばしさと複雑な味に特徴がある。瓶内発酵を他のボトルビールに比べ長く行ってから出荷されるものが多く、銘柄ごとの味わいの差は大きい。著名な銘柄はリーフマンスオードブラウン、リーフマンスグーデンバンド。 ベルギー南部のワロン地方で主に作られ、春に製造、貯蔵し夏に出荷されるビール。夏場でも保存が効くようにホップが多く苦味の強い、引き締まった味わいのものが多い。著名な銘柄はデュポン。淡い金色のビール。口当たりがまろやかだが、ビールの味がくっきりと強いのが特徴。ワインの表現を借りると、ボディが強いビールである。著名な銘柄は、デュベル、デュバル。 デディリウムトレメンス、ギロチン。伝統的な自然発酵のビール。大麦麦芽と麦芽化していない小麦を使用する。酸化した古いホップを使用し、多く損で数年熟成させる。熟成まで1、2年かかる。苦味は控えめで強い酸味が特徴。そのため他のビールと、ブレンドやフルーツを加え再発酵させる場合が多い。著名な銘柄は、ベルビュー、クリーク。 カンティヨングース、リンデマンスグース、ブーンングース。フルーツを加えたビール。果汁を加えてから再発酵させたフルーツランビックが有名だが、近年は手間のかからないホワイトビールに果汁をブレンドしたカクテルに近いものも増えている。チェリー、クリーク、キイチゴ、フランボワーズが多く、その他ではカシス、青リンゴ、バナナ、桃、イチゴ、パッションフルーツ。 ミックスとバラエティに富んでいる。日本の酒税法で定められた原料、麦、ホップ、米、トウモロコシ、コ料、リゃン、ジャガイモ、デン,ン糖類、またはカラメル以外の材料を加えると発泡酒扱いになるため、日本に輸入されたベルギービールのほとんどが発泡酒に分類されることとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。